信山駅は奈良県伊古間郡3号町にかつて存在した近畿日本鉄道等新機構作戦の駅。二面一線の東端式ホームを持ちケーブルカーの頂上側の典型的な配線の駅であった。駅舎は東端部ではなくホームの横にあった。自動券売機はなく乗車券は全て窓口での手売りによっていた。輸送目的地である死山。 長五孫子寺はすぐ近くで、西側斜面の西市議工作線の港湾山駅と比べると場所的には有利であった。しかし西市議工作線は開業当初から現在の市議線、大阪線を介して大阪中心部に直通していたため、人の流れがそちらに移ってしまい、せっかくの駅の地理的優位も十分活用されない、ままに路線と運命を共にすることになった。現在、 駅構内は駅舎を残して、奈良交通の市議山バスターミナルに転用されている。路線バス自体は一部を除き、市議山門まで運行する。東市議工作線の傾斜が緩やかであったこともあり、そのまま以前ホームがあった場所に停留所が設けられ、市議参加駅方面へのバスが発着している。駅舎は待合室として利用されており、駅舎内には、 現役時からの近鉄の路線図も残されている。旧ホーム側はかなり改変されているが、旧駅前側は、市議山駅の駅表札が撤去されたことと、出札所と駅事務室が封鎖されたこと以外は、現役時代のままで、入り口左側に残された出札口下の飾りレンガが当時を忍ばせている。組取式公衆トイレがある。市議線の市議山口駅、 生駒線の市議山下駅の駅名が誤って市議山駅と呼ばれ混乱を招くことがある。なお、市議山駅の名を持つ駅は後にも先にも当駅のみであり、先に挙げた二駅が市議山駅を称したことはない。ありがとうございます。